こんにちは、牧野です。今回は眼瞼下垂についてお話しします。眼瞼下垂は以前 NHK などのテレビで放送され、一気に知名度が上がり、人気の治療法となりました。実はこの時に眼瞼下垂が手術で治療できる、また保険で治療できるということを知って、たくさんの患者さんが大学病院や形成外科に押しかけました。結果的に今まで眼科で治療されていた眼瞼下垂が形成外科で多く手術をすることになりました。多くの眼瞼下垂症の患者さんがたくさんの利益を受けたと思います。で、私も大分の牧野院で保険で眼瞼下垂の手術を行っています。で、時々患者様から保険の眼瞼下垂と自費の眼瞼下垂何か違うんですかという質問をいただくことがあります。今回はそのことを中心に眼瞼下垂の話をしたいと思います。今回は保険外と保険適用の眼瞼下垂でどんな違いがあるのかについてお話したいと思います。眼瞼下垂の治療を考えている方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは形成外科で8年、美容外科で10年の経験、知識を積み重ねた、保険外も保険適用の眼瞼下垂治療も行っている現役の美容外科医が正確な情報をお届けします。ぜひお役立てください。まず眼瞼下垂というのはどういうものかというと、まぶたがだんだんとこう下がってきて、黒目のところが隠れてくる、これを眼瞼下垂と言います。この黒目がかぶさってきた状態が高度になると眼瞼下垂症と診断されて、その眼瞼下垂症を引き起こしている原因によって手術を受けることができます。では、保険外と保険適用の眼瞼下垂症手術、どちらが優れている、どちらが劣っているっていうのがあるかというと、実はありません。私は大分の牧野院の方で保険適用の眼瞼下垂症手術を多くやっていますけども、実際自費でやっている眼瞼下垂症手術と大きな治療方法は変わりはありません。同じように美的な結果、より良い結果を目指して手術を行っています。じゃあ保険外と保険適用、何が違うのかというと、ズバリ機能的な問題があるかどうかになってきます。機能的な問題が私から見てあるなと判断した場合は保険適用にしますし、この方のまぶたが下がっているのは機能的な問題はないと私が判断した場合は、これは自費にさせていただいてます。明確な基準は私の中ではあるんですけども、それを公にしてしまうと、それを見て対策をしてくる患者さんもいらっしゃいますので、全てちょっとここで公にすることはできませんけども、大体こう見てですね、診察をしていると眼瞼下垂症手術の方とちゃんと目は開いてる、ちゃんと自分としては視野が捉えていて、特に生まれつきのもので不自由がないというものかどうかは、両者を見てるとやっぱりたくさん患者さん接していますので、その違いは分かります。では保険外適用の眼瞼下垂症手術と保険適用の眼瞼下垂症手術、同じかって言われると、実は細かいところで違いがあります。これは先ほど言ったのはですね、私が両者に対して差はつけていないということですけども、ただ一般的にですね、保険適用をやってる先生たちというのは、美容目的で来られる患者さんは見る経験はあまりありません。逆に美容経験のある先生たちは保険適用の患者さんを見ることはあります。実はこれは逆はあるんですね。どういうことかというと、巷の病院とかクリニックとかに治療を受けるよりは、美容のクリニックに行った方が綺麗に仕上げてくれるということで、本来なら保険適用の患者さんなんですけども、より良い結果を目指して自費のクリニック、美容クリニックに行かれる方はいらっしゃいます。では保険適用の患者さんの場合、保険適用しか見てない先生がそれを治療した場合どうなるかというと、保険適用しか見たことがない先生は基本的には目は開けばいいというところですね。あとはその眼科の先生とかは、逆に開きすぎるとですね、目が乾いたりとか目の表面を傷つけてしまう可能性があるから、あまり上げない方がいいよと。あとは二重もあまり高い位置で二重を作ると目を開ける時の抵抗が強くなっちゃいますので、二重の幅も狭めで作ることが多いです。つまり眼瞼下垂症手術の治療にはなってるんですけども、目の開きがちょっと弱いとか二重の幅が狭いと
いうことが生じてしまいます。一方で美容の先生が保険適用の患者さんを見たときは、美容外科医ですから見た目のことを第一優先で手術をすると思います。まぶたを開く眼瞼下垂症手術、その目を開くということを主眼に置いているわけではなくて、どちらかというと目の形を優先しますので、そちらの方でもですね、目の開きはちょっと弱いかなと感じることはあるかもしれません。ただ綺麗な二重っていうのを作って、まぶたの垂れ目を取って、眼瞼下垂症手術をしてくれると思います。ただ当然自費なので料金は高いことが多いです。まとめますと、保険医療機関で眼瞼下垂症手術を受けた場合と、美容クリニックで眼瞼下垂症手術を受けた場合、これはそういった意味では異なってきます。結果が美容外科クリニックの方がいい可能性はあります。ただ目の形とかを優先するのは第一なんですけども、目の開きがそんなに改善しないという、普段こう二重を作ったりとかですね、まぶたの垂れ目を取ることに関しては非常に得意なんですけども、まぶたの筋を扱う眼瞼下垂症手術に関しては若干難易度が高くなりますので、まあクリニックの先生によってはですね、そういうの得意じゃない先生もいらっしゃいます。私のおすすめは、形成外科医で保険診療を長くトレーニングした先生が美容外科医をやってるクリニックに行くのが一番、その目の開きとかも得意ですし、目の形っていうのも重視してくれることが多いので、そういったクリニックに行くことがおすすめです。形成外科医であれば日本形成外科学会専門医を取得している先生がおすすめです。今回お話しした眼瞼下垂症手術は、保険外の治療は高岡の牧野美容クリニック、保険適用の治療は大分県の牧野院で取り扱っていますので、気になる方は概要欄の URL からホームページをご覧になってください。また私のインスタグラムでは、さまざまな美容整形のビフォーアフターなど症例写真も定期的にアップしてますので、ぜひご覧になってください。それからセカンドチャンネル、若返り整形チャンネルを開設しました。アンチエイジング医学の専門医資格である高加齢医学会専門医の知識と経験を生かした老化防止に関する専門チャンネルなので、興味のある方はぜひご覧ください。この動画が良かったという方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また動画に取り上げてほしい内容や質問があれば気軽にコメントください。それではまた次の動画でお会いしましょう。